他市はパーソナルコンピュータの歴史である。パーソナルコンピュータ登場以前に、パーソナルコンピュータという言葉が使われた一例として、1962年11月3日のニューヨークタイムズ紙のジョン・モークリーの記事がある。この記事では、将来のコンピュータに関する見通しとして、普通の子供たちがコンピュータを使いこなすであろうことを述べている。しかし現実には、 個人で使える情報処理装置としては1970年代に IBM5100 や HP-9800 シリーズなどの卓上型のコンピュータが発売されていたが高価であり個人はもちろん大企業でも限られた部門で購入できたに過ぎなかった1970年代中頃に普及し始めた8ビットマイクロプロセッサを用いてごく限定された機能 性能ながら、個人の計算やデータ処理を行うことができ、価格的にも手が届くコンピュータが作られるようになった。アルタイル8800エンジニアや、構図家などの中にその趣味の一環としてこの大幅に、小型化され安価となったマイクロプロセッサを応用して、独自にマイクロコンピュータを設計、制作する、者たちが現れたが、 このような個人向けの市場を開拓したという点で、重要な位置づけとなるのが1975年1月に、ポピュラーエレクトロニクス誌で紹介された3つのアルタイル8800や、その後換気として発売されたインサイのインサイ8080 80である。アルタイルは1974年に発表されたばかりの8080 80マイクロプロセッサを採用していたが、本質的には、 小型化されたミニコンピュータであり、箱型の筐体に CPU や記憶装置を収容し端末を接続する携帯であった。軌道にも複雑な操作を必要とし、本体単体のみではごく限定された機能、性能しか持ち得ないものであったが、拡張ボードによって柔軟に入出力装置や記憶装置の増設を可能としていたなどその後の パーソナルコンピュータの発展の起爆剤となった。アップル2とモデムアップルコンピューターを起こしたスティーブ・ジョブズが1976年にガレージで製造したワンボードマイコンのアップル i を販売、ごく少数販売するに止まったが、翌年発売したアップル2は大成功を収め同社の基礎を作るとともにパーソナルコンピュータの普及を流した。 これは整数型ベーシックインタプリタを ROM で搭載し、キーボードを一体化、カラービデオディスプレイ出力機能を内蔵したもので、今日のパーソナルコンピュータの基本的な構成を満たしている。Apple II はオープンアーキテクチャであったため多くの互換機をも生み出すこととなり、同時にシェアも奪われることにつながった。後に互換機メーカーへの警告や提訴を行ったが、 互換機メーカーがなくなることはなかった。コモドア PTTRS-80 e モデル、i。ラジオシャック社製、コモドール641980年前後になると、アップル、単ィラジオシャック、コモドールといった、いわゆる互算屋以外にも、アタリア、シンクレアリサーチなど多くのメーカーが参入し、相互に互換性を持たない独自仕様で競合した。 IBM PC および IBM CGA モニター、IBM PC キーボード、IBM 5150にプリンタ1981年に参入した、IBM のパーソナルコンピュータ IBM、パーソナルコンピュータモデル5150の登場と、共に16ビット CPU 時代の幕開けを迎えた。IBM PC は、同時代の水準としても、 すでに特別に高性能なコンピュータではなかったが、ハードウェア仕様のオープン化やマイクロソフトとの協調、加えて何よりも大きい同社のブランド力でビジネス市場で大成功を収めた。オープンアーキテクチャにより IBM PC 以外のコンピュータ本体や周辺機器などを供給していたメーカーやベンダーも IBM PC 互換機を発売し、 IBM PC 互換機市場は急速に拡大して行った。IBM はハードディスク装置を内蔵した PC-XT に続いて CPU を高速版の8286にした PC-AT を発売。他社も互換製品を発売して他の仕様のパーソナルコンピュータを圧倒し PC-AT 互換機はオフィスで用いるタイプの パーソナルコンピュータの業界標準になった。マッキントッシュ 128K 一方、アップルが1980年5月に満を持たして投入したアップル3はアップル2との互換性が完全ではなかった上に品質上の問題も抱え市場で受け入れられることなく失敗する。アップル3に見切りをつけたアップルは GUI とマルチタスクを備えたリザを1983年に発売し、注目を集めるが、これも高すぎて営業的には失敗に終わる。その後、より安価なマッキントッシュを1984年に発売すると、ようやく一定の成功を収めた。しかしアップル2で互換機メーカーにシェアを奪われる、苦りを舐めたことから、クローズドアーキテクチャにした。 当然、互換機という敵はなかった。一時は、様々な思惑のもとに、マッキントッシュ互換機事業を開始したが、その時点で、すでに PC、AT 互換機が、業界標準となりつつあったため、パーソナルコンピュータ全体の中でのシェアは期待ほど伸びず、逆に、互換機メーカーとマッキントッシュ互換機市場を食い合う、結果となった。最終的にアップルは、 互換機ビジネスを中止して、クローズドアーキテクチャに回帰し、パーソナルコンピュータ全体の中でのシェア争いは放棄し、アップルとしての利益を確実に確保することを選択した。1980年代から高機能端末として、ワークステーションが発達してきていたが、1990年代、パーソナルコンピュータのネットワーク機能が充実し、フル機能のユニックスが動作するようになって、 ワークステーションとパーソナルコンピュータとの境界は曖昧になった。2000年代、マッキントッシュの OS はユニックスベースの MacOS 10へと移行し、また PC、a t 互換機の OS もユニックス同等の機能を持った Windows NTK へと移行した。1990年代末にはパーソナルコンピュータ市場は多数のメーカーによる PC、 AT5 換気と Windows の組み合わせがほぼ支配するようになった。だが、コモディティ化が進みメーカーによる差別化が困難となった PC 市場では、デルなど低価格で製造するメーカーがいくつも乱立、加藤競争によって各メーカーは利益率が著しく低下し、経営内容は悪化、市場からの撤退や合併、買収など再編が相次いだ。 PC のオリジナルである IBM PC を開発、販売した IBM もパーソナルコンピュータ事業の業績不振から2004年12月にパーソナルコンピュータ事業を中国のレノボグループに売却すると発表した。ハードウェアのオープンアーキテクチャ化を大きな要因として反映した PCAT5 換気であったがその本家本元の IBM が 最終的にはその互換機同士の過藤競争によって市場撤退へと追い込まれてしまうことになったのである。一方、マッキントッシュはアップルが他社による互換機を廃止、ハードウェア OS、小売事業のすべてをアップル一社で提供するという垂直統合のビジネスモデルを堅持したおかげで、全パーソナルコンピュータ販売数に占める割合という点で見かけ上は小さくても、 実は、好調な利益率を確保することで、ビジネスとしては成功し、さらには、個人ユーザーに焦点を合わせたことが功を奏し、パーソナルコンピュータ全体に占めるシェアまでも再び、じわじわと拡大する傾向となった。日本における、パーソナルコンピュータはその黎明期においては、主に、米国からの輸入品とその後換気によって占められて、いたが、次第に、 独自アーキテクチャの製品を製造、販売するようになり、発展途上の処理能力に乏しい時期には日本語処理に独自の漢字表示機構を実装した事情から一、時代を築いた。しかし、処理能力の向上により漢字表示もソフトウェアにて実現することが可能となったため、1996年には Windows を搭載した PC。 AT5 換気の販売シェアが半数を上回り、現在までに至っている。パーソナルコンピュータ登場以前に、日本で、パーソナルコンピュータという言葉が使われた例として、日立製作所が開発した、日本初のミニコンピュータ1ック10のカタログに、パーソナルコンピュータの言葉が使われている。NECTK-80E 例ム機の、初っ端においては、 米国と同様にエンジニアや、工塚が独自に部品を調達して、ワンボードマイコンなどを設計、制作し、あるいはもっぱら輸入された評価キットや、ワンボードマイコンなどが、秋葉原の電子デバイス店などの小売店で、細々と売られる程度であった。しかし、米国でアルタイル8800とその後換気が、登場するとこれらの輸入品を主力に取り扱う、店舗も登場するようになり、 個人向けマイクロコンピュータの歴史が始まる。日本では1976年5月に東芝より TLCS-12AEX-0 が発売された。電源装置を別途用意すれば12ビットの LED 表示とディップスイッチを使ってテレタイプ端末などの入出力機器を必要とせずに動作させることができる。 日本国産発のワンボードマイコンである。後の国産マイコンに連なる最初の製品は1976年8月3日に日本電機から発売された TK-80 とされる。本機は TK という名前からもわかるように元来は8085巻マイクロプロセッサの採用を検討する企業の技術者に向けた評価、教育用ツールであった。 これはボードに16新キーボードと LED 表示器が付いただけのものだったが、同年9月に秋葉原に開設したビットインでサポートが行われ、同年10月に NEC マイコンクラブを結成するなど、積極的なユーザー支援体制もあって、企画当初の予想を超えたベストセラーになった。TK-80 の立ち上がりを受けて他社からもワンボードマイコンが 相次いで発売された。サードパーティーからはその周辺機器が開発され、月間アスキーや月間マイコンなどの専門誌も登場してマイコンブームを形成した。ワンボードマイコンは実用性にはほど遠いものだったので、次の段階として商品としての定裁を整えた製品が次々と登場することになる。当初はこれらの製品も引き続きマイコンと呼ばれていたが、 次第にパーソナルコンピュータと呼ばれることが多くなっていった。本節では便宜上これらの製品をパソコンと記述する。1977年9月、ベンチャー企業であるソード電算機システムが M200 シリーズを発売。これはコンピュータ本体とキーボードモニター5インチ、フロッピーディスクドライブなど必要な周辺機器を一体化したオールインワンコンピュータであった。 ベーシックを採用していたが、価格は150万円と、あまりにも高価であり、パーソナルコンピュータとは言えないものであった。これ以前にショップブランドではあるが、アスターインターナショナルより、キーボードモニター一体型のコスモターミナル D が、発売されている。また、同年に、月間マイコンが送還された。この12月号の表紙が、コスモターミナル D であった。 同年11月、成功者から成功5700という業務用コンピュータが発売された。蛍光表示紙やプリンタキーボード一体型の同期はフォートランを採用。しかし効果であったために、パーソナルという言葉のようには一般化はされておらず、研究開発の用途向けであったと思われる。NECPC-8001 その後。 パーソナル用途向けのより安価なコンピュータが各社から発売される。シャープより MZ-80K、日立よりベーシックマスターメガバイト -6880、68 NEC より PC-8000 シリーズが発売された。当初はこの3機種が8ビットパソコン初期の誤算化と言われたが、ベーシックマスターレベル1.2は 途中より遅れ気味となり1980年前後は PC-8001 と MZ-80KC が人気を2分したと言っても過言ではない。当時の日本で製造、販売されるパソコンとして主流であったのは電源を入れれば ROM に書き込まれたベーシックが起動する ROM、ベーシックマシンであった。これらはコンピュータを起動するとベーシックインタプリタが起動され、 コマンドプロンプトから直接ベーシックのコマンドを入力して処理を行うことができた。これらの機体の形状は Apple II にも似たキーボード一体型ディスプレイ別置きであった。一方、シャープの MZ シリーズはインタプリタを ROM であえて持たずにクリーンコンピュータと称していたほか、ディスプレイも一体化してオールインワンとして発売された。1980年代初頭には、 より高機能な8ビット機が発売された。NEC は PC-8800 シリーズ、富士通が FM-8、その FM-8 から周辺機能を削り、音源を搭載した FM-7、シャープからは、MZ シリーズを開発した部署とは別の、シャープテレビ事業部が開発した X1 シリーズが登場し市場を河川化した。 この頃には8ビット5参加とは、この3機種を指すようになった。また、後発のソニーは初めて3.5インチのフロッピーディスクを内蔵した機種を発売して、話題を集めた。なお、3.5インチマイクロフロッピーディスクの企画とは、別に、松下電機、日立が3インチのコンパクトフロッピーディスクという企画を、策定したが普及するには至らず、最終的には、 ソニーのオス3 5インチが主流となった。ソニー SMC-70 この頃に他のメーカーから発売された機種は以下の通り。シンクレア ZX81 この頃の市場では10万円を大きく切る低価格の機種と10万円を超える機種へと二極化が進んだ。低価格機種の代表としてはなどがあった。 ポケットコンピュータシャープ PC-1262 とカセットインターフェース CE-124 ポケットコンピュータやハンドヘルドコンピュータと称する携帯 PC が一部メーカーから出たのもこの頃だった。1993年までの日本の公立学校におけるコンピュータ設置率この時代特に日本国内のパソコン市場においては 日本語表示や日本語入力などの諸問題により8ビットパソコンを本格的なビジネス用途に使うには限界があった。しかし、その実用性はともかく趣味でパソコンを購入する人が増え、また来たるべきコンピュータ時代に向け、学校教育にもパソコンが導入されたほか、これを買い与えられる児童もあった。この時代において、主に趣味のプログラミングや、 コンピュータゲームに供されたパソコンを、ホビーパソコンとも呼ぶ。ホビー用途とは言っても、その価格は実用性の割に、飛び抜けて高価な玩具でもあり、小中学生の子供たちはコンピュータに興味があっても、親から買ってもらえる子は少なかった。自ら、ない、金族と呼び、当時無料で、デモ機を設置し使用させてくれた、電気店に日曜日には朝早くから並んで、 デモ機を借りて遊んでいる子供たちも多かった。多くはマイコンベーシックマガジンなどのプログラム投稿誌のプログラムを入力してゲームを楽しんでいた。それらのゲームをカセットテープに保存しデータを交換し合いながら保持ゲーム数を競っていた。電気店としては子供たちが簡単に使っている姿を見せることで 大人たちの購買意欲をそそらせ、お互いに持ちつ持たれつの関係が成り立っていた。このような社会背景に誘われ、その他の家電、コンピュータ、電卓、時計等の様々な製品を扱うメーカーもマイコン事業に進出したが、後発メーカーは既存のソフトウェア資産という基盤がなかったことから非常に苦戦を強いられることとなった。その中で、各社仕様を共通化することで、 システム設計コストの低減とソフトウェア資産の共通化を目指したマイクロソフトとアスキーによるホームコンピュータ MSX の企画が発表され、これらの苦戦した各社がこぞって参加した。またホビーパソコンが人気を博した背景には各地に大小のゲームセンターができて、ギャラクシアンやドンキーコング、パックマンなどのゲームが人気となり、 それらのゲームが移植されたことの影響も大きいと考えられる。同時代の日本国産機に採用されていた CPU は、ごく初期において、モステクノロジーの6502やインテルの8080 80などの採用例が見られるものの、以後は8080 80の上位互換となる Z80 に代表されるザ l ログ、68K のモトローラ及び、それらの互換、カスタム CPU が主流であった。 ただし、この Z80 自体とは8080 80を独自に拡張した8080 80の互換プロセッサである。これはマイコンブームが日本において成立した時点で、インテルの 8080K は市場においてその主流を上位互換性を確保する Z80 に奪われており、採用例が稀であったことに起因する。現在主流となっているインテルの CPU は、 日本においては16ビット時代になってパソコンに本格的に採用されることとなる。フィリップス MS82501982 年に工述の PC-9800 シリーズが登場する一方で MSX が出た同じ年の1983年、任天堂からファミリーコンピュータが登場。 機能の絞り込みによる低価格を武器にアーケードゲームの各メーカーが参入してタイトルが豊富に出揃い爆発的に普及した。コピーに悩まされていたゲームメーカーは次第にコピーが難しいファミリーコンピュータ用に開発するようになった。1984年頃からは独自企画の8ビットパソコンは NEC シャープ富士通の三強が主となり ホビーユースに的を絞った PC-8801 ムキーソール X1 ターボ FM77AV の8ビット53夜格、モデルの次世代の時代に突入した。これらはグラフィックを高速、多色化し、音については PCM 音源、FM 音源化、外部記憶装置はフロッピーディスクドライブ内蔵が標準的となり、ベーシックもディスクベーシックとなった。 ロムベーシックは互換性のために残されていた。もっとも8ビット CPU の非力なパワーや狭いメモリ空間でこれらの機能を活用することは難しく、開発コストや人員の問題もあって、市販のゲームソフトなどでは3機種のすべてでの発売と、引き換えに画像などのデータの使い回しが行われ、多色機能とはあまり活用されなかった。 初代ベーシックマスターで宣伝をつけた人たちはこの頃、高速なグラフィック機能や、独自のメモリコントローラにより8ビット機ながら1、メガバイトのメモリ空間を持つ、メガバイト S1 を出したり、MSX、MSX2 に参入するなどしたものの、結局ホビーユースからは脱落している。また、シャープの MZ シリーズは、MZ-2500 を最後に16ビットパソコンの、 ビジネス路線に移行した。1987年、シャープは X68000 を、NEC は16ビットのホビーパソコンを発売し、また NEC は PC エンジンを出した。1989年に、富士通も32ビットのホビーパソコンを、NEC が PC-98 ドゥを出して、パソコンを3夜も8ビットから16ビット。 3 2ビットの時代へと突入する。この隙をついて MSX2 が低価格路線に踏み切り、参加企業は減少したものの8ビット後参加と、ファミリーコンピュータの中間的な存在として一部で人気を得た。低価格でフロッピーディスクドライブ内蔵のモデルも発売されたが、MSX2 になると、ソニー、松下電機産業、産業電機以外は、 完全に撤退した。それも束の間、1990年の MSX 最終形態のターバーが16ビット機という触れ込みで登場するもののそのまま終焉することになる。8ビットパソコンはビジネスユースとゲームという二つの市場の要望に前者を16ビットパソコンに、後者をコンシューマーゲーム機に奪われるという形でその幕を閉じることとなった。 その一方で、各マシンとも、ベーシック言語を標準装備していたことから、プログラミングを趣味として楽しむ人々を増やし、一部の、パソコン雑誌の紙面ではベーシックで組んだプログラムを、発表するなどのコミュニケーションの場が形成され、市場撤退後も使い続ける根強いファンを生むこととなった。n e c p c 9 8 0 1 u v 1 1 東芝 J-3100GT1978 年に科学技術計算及び計測制御用途として16ビットパソコン C-15 がパナファコムから発売された。1981年、業界初の16ビット業務用パソコンを歌うマルチ16が三菱電機より発表されるが、コンシューマー向けに意図されたものではなく、 一般にはほとんど普及することはなかった。この頃からパーソナルコンピュータはパソコンと呼ばれるようになった。オフコンは2000年代以降はあまり見聞きしなくなったが、パソコンはポピュラーな代名詞となり、今日も使用され続けている。1982年には16ビット CPU を採用して長くベストセラーとなった PC-9800 シリーズが登場した。 PC-9800 シリーズはベーシック言語レベルにて従来の8ビット機と互換を持たせる方法を取った。その他の国産機も16ビット化が始まっていた。既存の8ビット機でも16ビット CPU 搭載の拡張カードを発売した機種もあった。ここで IBM PC が採用した PC DOS の OEM 版である MS DOS と8ビット時代からの OS である CP-M-86 のどちらを採用するかといった問題が起こった。後者を選択したメーカーも三菱電機、富士通など複数社が存在したが、1983年に IBM PC-XT で PC DOS 2.0が採用されその日本語 e m 版である MS DOS 2.0、日本語版が登場するとほどなく、 市場を制した。その後は MS DOS を採用した PC-9800 シリーズの独創体制となった。8ビットパソコンと違って例明期の16ビットパソコンはその対象となる市場が法人中心であり、かつ高価だったこともあって PC-9800 シリーズも含めて家庭用としてはまだ普及せず、 雑誌でのベーシックなどの投稿プログラムも少なく、市販されたソフトウェアもゲームよりも、ビジネス向けソフトやユーティリティが中心であった。また、システム販売用途としてカスタマイズされたソフトウェアが、組み込まれて、システムとして発売されるケースがほとんどであった。各社の主な16ビットパソコンは、以下の通り、シャープ x 6 8 0 0 0 a c e 1 6 3 2ビットパソコンは出現当初はビジネス用として位置づけられている機種がほとんどであった。ワードプロセッサー、表計算、カナダドルと大型機能端末が主な用途で、解像度は高かったが、多色表示やサウンド機能が充実した機種はあまりなかった。時代が進み PC-9800 シリーズが普及すると、 ホビー用としても用いられるようになり、多数のゲームソフトが登場するようになった。またソフトウェアへの要求度合いが上がるにつれ、ホビー用とでも8ビット機のパワーでは物足りなくなった。PC-9800 シリーズでも途中から、GRCG、EGC の搭載や16色対応、FM 音源などの強化がされたが、 よりホビー色を強めた16ビットパソコンとして1987年に、シャープから X68000、また NEC から PC-88 場、1989年には、富士通から32ビットパソコン FM タウンズが発売された。これらの機種は既存のパーソナルコンピュータと比較すると、ホビー用のハードウェアが強化されていた。当時は、 ソフトウェア上で処理するよりもハードウェアで処理することにより高速化が図られる時代であった。X68000 シリーズのスプライト機能の搭載が良い例である。同様のアプローチは海外でもなされており、画像関係に強い網が音楽系に強いあたりマイナス 520ST が製造されていた。IBM PC300PL1990 年頃には、 FM Towns のように、日本国産機も3 2ビット CPU を採用する機種が現れた。同じ頃 PCAT 互換機で日本語の取り扱いが可能になる OS、DOS、V が登場し、また1991年には GUI を使った Windows 3.0が発売され、世界的な標準機である PCAT 互換機が上級ユーザーを中心に、 日本に流入し始めた。この頃にオッドグも結成され、日本国内独自のビジネスパソコンやアックス機を発売していたメーカーは PC、PCAT 互換機路線に転換した。1993年に改良された Windows 3.1が発売されると、統一された規格に沿った部品が、世界的に豊富に流通し、コストの面でも有利な PC。 a t 互換機が売れるようになった。また、CPU やバス、グラフィックカード、ハードディスクの高速化とメモリの低価格化により、日本国産機が特殊なハードで実現していた機能を、ソフトによる力技でも実現できるようになった。マッキントッシュは、漢字トーク7が発売された頃から、ハードウェアの値下げと、日本語処理機能の充実により、 マルチメディアに優れたパソコンとして認知され、シェアを伸ばしていった。NEC は Windows 向けに性能を上げた PC-9821 シリーズを発売したが、これらの影響を受けて、次第に部品の大部分が p c a t 互換機と共通になっていった。FMR で唯一 PC-9800 に。 食い下がっていた富士通は既存の機種の機能強化と並行して PCAT 互換機 FMV の販売を開始し次第に独自路線を縮小していった1995年に GUI を大改良した Windows95 の発売が開始されると日本でも新聞や TV のニュース番組で大きく取り上げられた試し機のパソコンユーザーを増やす起爆剤となった さらに98互換機のエプソンも PCAT 互換機に転換し、日本国内独自パソコンは、ホビーユースを含めて、終焉へ向かった。残った NEC も1997年ついに PC、PCAT 互換機である PC98NX シリーズへの転換を表明した。この頃までのパソコンは、主に、ワードプロセッサ表計算ソフト、 データベースなどのオフィスアプリケーションを利用するツールとして普及していった。パナソニックレッドスノット1998年に iMac が発売された頃からパソコンがインターネットを利用する端末として台頭する。また、Windows マッキントッシュのほか Linux BSD などのユニックス KOS も新たに台頭した。これらの普及はワークステーションや オフィスコンピュータの領域をも侵食し、クライアント用途だけでなく、パソコンでネットワークのサーバーを組むことも普通に行われるようになった。なお Windows には NT 系列と95系列と2つの系列があったが、Windows XP 以降は NT 系列に統合されている。2003年9月、NEC は PC-9800 シリーズの出荷停止を 表明し、ついに、日本国内独自パソコンの歴史は、完全にピリオドが打たれた。2004年以降も、日本の市場に出ている、独自規格パソコンは、マッキントッシュだけとなり、あとはすべて PC、a t 互換機となった。ペンティアムシリーズパワー PCX スケールなど、高性能な CPU が搭載されて高速化が、進んだ各パソコンや PDA では、かつてのパソコンや、 ビデオゲーム機のエミュレータソフトを作ることが盛んに行われるようになった。日本の PC 国内出荷台数と出荷額1993年までのビット別 PC 本体の日本国内出荷台数1978年初期の8ビットパソコンが登場。シャープ、日立など1984年8ビットパソコンの再生期8ビットパソコンの出荷台数が ピークに。この後、ビジネス用途を中心に16ビットパソコンへと転換していくが、8ビットパソコンもホビー用途を中心に1980年代は全盛時代となった。また、パソコンには含まれていないが8ビットゲーム機、ファミリーコンピュータも1983年に登場した。 1986年8ビットパソコンと16ビットパソコンの出荷台数が逆転。ビジネス用途を中心に16ビットパソコンの出荷台数が増加し、8ビットパソコンの出荷台数を追い越した。ワープロ専用機の出荷台数が急増日本ではパソコンよりも一足先にワープロ専用機が普及した。 ワープロ専用機の出荷台数は1989年に271万台でピークとなった。この頃まではまだパソコンの出荷台数の方が少なかった。1990年16ビットパソコンの出荷台数がピークに32ビットパソコン時代への転換が始まる。翌年には32ビットパソコンの出荷台数が上回り16ビットパソコンは 急速に減少した。中、以後現れる出荷台数は j i t a の統計による。統計に参加していないショップブランドなどの台数が含まれていない点に注意。また、デルの出荷台数は2004年から含まれている。1991年日本国内のパソコンの出荷台数が初の減少に。前年1990年に出荷台数が 一旦ピークを記録し206万台となった。1991年は190万台に減少し停滞時期となった。翌1992年も減少が続き176万台。1993年から1996年日本国内のパソコン出荷台数が急増。前年1992年秋に AT5 換気の大手コンパックが 日本国内市場に参入し、パソコンのコストパフォーマンスの急上昇が始まった。また1993年5月に Windows 3.1日本語版が発売され、性能の向上したパソコンとの相乗効果で、日本国内でも MS DOS の時代から Windows 時代への本格的な転換が始まった。1993年には、 日本国内のパソコン出荷台数は238万台、1994年には335万台と急増し、Windows 95が発売された1995年には570万台と500万台の大台を突破、1992年の底からわずか3年で約3倍の増加となった。また、出荷金額も百九十五年には一兆円を、 突破した1996年には、出荷台数は753万台にまで増加した。1997年から2000年1997年は、前年までの急増が一段落し、出荷台数が685万台に減少した。その後再び急増に転じ、液晶デスクトップパソコンや14インチ調の大型液晶を搭載した。 デスクノートパソコンの普及が本格化した2000年には日本国内出荷台数が1210万台と1000万台の大台を突破した1996年のピークから約1.7倍の増加である出荷金額も2兆円を超えたまた2000年には初めてノートパソコンがデスクトップパソコンの出荷台数を上回った以後ノートパソコンが やや上回る程度で、ほぼ半々で推移している。2001年から2005年デルインスパイロン1300、パソコンの出荷台数は一旦減少に転じ2002年には1000万台割れとなったが、その後は回復し、2005年度は2000年度に記録した、国内出荷台数のピークを上回った。一方で、出荷金額は、 パソコンの低価格化の流れを受けて減少し、1兆6000億円台から1兆7000億円台で推移している。2006年から2010年エイサー、アスパイアンパソコンの低価格化が一段と進み、平均販売価格の下落は、そこが見えず、平均価格の下落とともに、出荷金額も減少している。この頃より、ノート PC の販売割合が増え、 ネットブックが大流行した。シェアを失ったデスクトップ PC は、大手メーカーの生産縮小やモデル数減少、販売店の販売スペースの縮小や販売からの撤退が進んだ。また、イマシーンズゲートウェイ・シャープ、日立製作所、ソーテック、イ山ヤマ電機など、メーカーの撤退や買収などの再編が進んだのも、この時期である。 2011年から2015年パソコンの低価格化は円安やパーツ価格の高騰の影響で下げ止まった。2013年までは Windows XP のサポート終了に伴う駆け込み需要で販売台数を維持していたものの2014年からはそれがなくなりパソコンの販売台数が急減。スマホやタブレットの台頭などもあり、 販売台数の減少に歯止めがかからなくなっている。2016年から2020年 iPad Pro の大幅アップデートやキーボードやトラックパッドの発売、iPad OS の登場などにより販売台数が増加した。Windows 店頭再パソコンの買い替え需要が増加。小スペースデスクトップ、オールインワンが普及し、ノートの軽量化、薄型化が進んだ。 2019年は消費税増税の駆け込み需要、Windows 7サポート終了による買い替え需要もあり、出荷台数は1735万台の大台になった。2020年1月中旬以降は Windows 7のサポート終了に伴う買い替え需要が落ち着き、新型コロナウイルスの影響で出荷台数が大幅に減少した。2020年3月25日、 東京都の外出自粛要請、4月7日の緊急事態宣言発令後、在宅勤務、テレワークが拡大し、パソコン需要が増加している。2007年度は自主統計参加企業が16社から13社へ減少。2007年度の集計調査対象企業、Apple Computer、NEC、シャープ、セイ成功エプソン、ソーテック、ソニー、東芝、日立製作所。 富士通、松下電機産業、三菱電機、インフォメーションテクノロジー、MCJ 参加のユニットコム、レノボジャパン。デル、日本 HP、ASUS ジャパン、日本エイサーなど集計に参加していない企業も多い。ため日本国内総出荷台数とは異なる。デスクトップの割合が高い自作 PC やショップブランドが含まれていないため、 特にデスクトップの台数は少なめに見積もられている。また、ノート PC についても、H25 年度以降は、ノート PC 全体の1から2割を占めると言われる、日本マイクロソフトのマイクロソフトサーフェイスシリーズが、含まれてないことにも留意する必要がある。注釈 PC といえば、この PC、a t 互換機を指すことが多いほどになった。型番は、 TLCS-12AEX-12 例と表記されることもあるこの時代には、I, O, ASCII, RAM, マイコンといった総合紙が先行して発売されていたが、日本ソフトバンクが発売した各メーカー別の雑誌も存在した。これらのマイコン、パソコン雑誌では、バイナリダンプやソースコードを紙面に掲載し、それをモニター。 機械後のマシンコードを入力するインターフェースやベーシックインタプリタ上で手入力していた。出典、ありがとうございます。